ジッププラス 3! ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン、ね、ハロウィン会ということで、はい、お二人マジ仮装じゃないですか。はい、え、何の仮装なんですか。ちょっとこう立って見せてもらっていい。じゃじゃーん、あら一緒に立っていただいて、ありがとうございます。何ですかそれ。私は、うん、アリスです。あら、不思議の国のね、はい、あ、一回転して、わあ、ありがとうございます。可愛いですよ。ありがとうございます。はい、そっちは何かな。はい、僕はあのアリスに出てくるウサギです。はい、ぴょん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 、あ、一回転して、手の動きが怖い。怖いって言わないで。手の動きが怖いってどういうこと。ちょっともう一回お願いします、うん、アリスに出てくるウサギです。ぴょん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 、近寄らないでねということで、はい、ありがとうございます。いや、二人とも似合ってますよ。僕初めてジップに来てからのハロウィン会だから、うん、こんなに本格的にやるのかと思ってびっくりしちゃって、いや、逆に言うと知らなかったから、オンエア見て、うん、今日マーシュ攻めてんなって思っちゃいました。もしかしてこれ普通の日だと。そう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 、タイムラインコーデで普通に出てくるのかと思って。あ、今日の衣装攻めてるなみたいな。そうそうそう、でもそれぐらいお似合いですよ。ありがとうございます。ねえ、小林さんはプライベートで仮装したりするんですか。いや、なかなかしない。しないですね。しないの。はい、もうジップで仮装させていただくのを毎年楽しみにしてるような感じです。あ、そうなんですね、はい、でもあのこの仮装ってやっぱり何回も試着とかして、うん、衣装合わせしてあの着させてもらってるんですけど。え、あ、そんな本格的にやってんの。そうなんですよ。ちょっと待ってください。俺なんかこれあのセットの端にダンと置いてあったものどれにしますって。ちょっと差感じるな。めちゃめちゃお似合いです。 ありがとうございます。そんな衣装合わせまでして。で、衣装合わせしてる時によく山崎さんとすれ違うんですけど。なるほどね。はい、山崎さんに私服ですかって聞かれるんですよ、これ。私服なわけないじゃないですか。でもね、あるもん。ありそう。ありそう、本当に。本当ですか。だ、2人ともちょっとありそう。ちょっと攻めた日っていう。うん、いや、逆に何があるの、その日。どこ行くの、これで。うん、怖いよ、ちょっと。ありえるなっていう。ありえる、うん、ねえ。今日はね、このお二人をね、お招きしてということですけども。はい、まあ、仮装はね、こうやって、いろいろ好きな仮装すると思うんですけど、うん、なんていうかな、まあ、いわゆるなりきってるわけじゃない、はいはい、だ、今日はちょっと本当にこうなってみたいものとか、 なんかなりたいものについて聞きたいなと思ってるんですよ、ね、なってみたいもの、うん、マーちゃんなんかあるの。私ですか、うん、ちょっと小林さんからいいよ、全然いいよ。もう考えてくれてていいよ。みんなマーちゃんの聞きたいよ。小林さんはね、気象予報士になるという夢をこう叶えたわけじゃないですか、うん、はい、他に、まあ、今現在ちょっとこういうものになってみたいなっていうのあるんですか。あ、僕は夢は叶わなかったんですけど、うん、ラッコになってみたかったです。なるほどですね、はい、早速ワンダーランドな展開になってまいりましたよ、これ。せっかくなんで、はい、これはワンダーランドね。なるほど。でもね、ひるまないから俺今日は。なんでラッコになりたいんですか。僕は水に浮くのが苦手なんですよ。苦手なんだね、はい、まず背中を、うん、なんていうんですか、こう水面につけて、はい、普通に浮いて、うんうん、でかつ、うん、美味しい海の幸をトントンして食べられるっていうのがいいなと思って、うん、なるほどね。まず背中これ仰向けで浮くっていうのはまあ頑張ろうかっていう、ね、そこはこう努力でなんとかなるかもしれないですか。それがなかなかならないんですよ、ね、いわゆる背浮きって大事っていうじゃないですか、はい、ね、はい、背浮き、背浮きできない。できないです。泳げないんですか。クロールを息継ぎなしでなんとか頑張るぐらいですね。それって何メーターぐらいまでいくんですか。なんとか30ちょいぐらいまでは行きます。え、ちょっと待って、行き過ぎなしで30まで行けるって、はい、素潜りの人じゃん。ターンしてちょっと行くかなぐらいですね。え、すごい、行き過ぎなしで25行っちゃうの。なしで、はい。なので、うん、まあ、学校の授業とかで水泳あるじゃないですか。あります、あります。次の時間の授業、うん、もうすごいゲップが出ちゃって。え、はい、え、ちょっと、どういうことですか。呼吸をしないでクロールするとなんでちょっと時間差でゲップが出るの。え、それ普通、うん、哺乳類で普通のメカニズム。それなんか多分一気に吸い込みすぎてて、あ、空気をね、全然入ってないからだと思うんですけど。なるほど、こう肺に空気を溜めて、はい、で、その体育の時間中に出てこなかったから、はい、次の国語の時間中でボッと出ちゃうの、はい、牛なの。ゲップでガチ。だいぶ時間差です。そうなんですね、はい、今僕何の質問してましたか。ちょっと渋滞が、情報が渋滞しちゃってて。あ、そうなんですね、まあ、ラッコになりたいっていうところで、はい、まーちゃん、そのラッコになりたい小林さんっていうのを聞いてどう、うん、
結構怖いですね。怖いよね。もうだから序盤のこれから怖かったもんね。これじゃなくてこれになりたいって言ってんだよ、だって。そうですよ。やっぱそうでしたね、うん、やっぱ怖かった。やっぱり怖かったね、うん、でもほら、まあ背浮きは頑張ればいいじゃないですか、はい、その新鮮な、はい、何魚介類をトントンしたいって言ってましたけど、そうですね、そこに関してもうちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。やっぱりあのトントン、はい、やっぱりあの人に貝を剥いてもらうんじゃなくて、うんうん、やっぱりあの何も道具を使わないで、うんうん、自らの体でトントンしながら海産物をちゃんとこう割って、うん、中身をジュッとこう食べるっていう経験を、うん、海の上でしてみたいなっていう、うん、マシャ、あの大人だからそんな嫌な顔しちゃダメだ。それは僕もね、あるよ、そういう時は。でもそういうのは絶対カウン出しちゃダメなの。それが社会なの。分かった、鍵格付きの社会なの。あ、そうなんですね、はい、あ、そうか、じゃあ基本的に小林さんはあの食材に対して道具を使いたくないという願望があるんですね。そうなんですよね。自らの体で何とかできればという。なるほどね、はい、でもほらエビだったらいけるわけじゃないですか、手で、はいはい、エビまではいける。そうですね、うん、いけますね。サザエとかどうですか。サザエ、サザエだと、うん、なかなかちょっとこう指でいっても出てこないかなって。そう、あの肝がね奥に入っちゃいますね。そうですね。そうかそうか、僕ワカメ止まりかもしれない。ワカメ止まりね、はい、あのずっとそこで止まっといてもらってこの辺でじゃあおとなしくって。そういうことなんですね。あ、ラッコになりたいということですけど、はい、マーシャとって言っていい、あ、じゃあさ、マーシャはなりたいもの何なのよ。でも私本当にあの3個ぐらい出てきたんですけど。3個も出てきた。いいよ、じゃあ1個目からいこう。マーシャなりたいもの1個目。あのクラゲ。いや、もうラッコに引っ張られちゃってるね、それ、うん、ラッコに引っ張られちゃって水族館の中で始まっちゃってるから、うん、まあでもいいよ、聞こう理由は。俺はひるまないから今日、うんうん、クラゲになりたいんだ。は、うん、はい、あの生まれ変わったらクラゲでもいいなと思ってて。はいはい、なんで。感情がないらしいです。クラゲにはね、喜怒哀楽がないからもういいんだと、流されるままで、流されるままで、うん、いいなっていう。何があったんだ。何があったんだ。大丈夫、うん、はい、2つ目いいですか。もう2つ目いくね、はい、うん、じゃあマーシャがなりたいもの2つ目、はい、研究者。おお、なんでなんで、何の研究。なんかやっぱり世の中未知なことって多いじゃないですか。多い ね、 ね、なんか生物とか研究するの好きなんで。生物ね、ちょっと広めに来たけど、うん、はい、まあ狭く言うとちょっとなんか菌だったりウイルスだったりとか、うん、あ、そっち行く。はい、なんかこう、うんうん、見てみたいですよね。見てみる。あ、電子顕微鏡でってこと。そう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 、いろんなものを見てみたいなっていう、うんうんうん、で研究とかして、うんうん、ね、でも菌とかウイルスっていうのはさ、まあ、人間のね、この肉眼では見えないけども、うん、電子顕微鏡で見たらさ、いろんなことが分かって、まあ、役に立つものもあればさ、ね、人間の害になるものもあるじゃない、うんうん、菌とかウイルスを勉強して、なんかこうどんなことに役立てたいとか、どんな社会にしたいってことあるの。そういうのはないんですよね。ないんだよね。、うん、いいんだよ。じゃあマーシャーがなりたいもの3つ目。人の心理を勉強する、うん、おー、あの最初からもそれでよかったんだ。うん、うん、人の心理を勉強する、はい、あ、心理学を勉強したかったのかな。心理学ちょっと勉強したくて、うんうんうん、まあ、まだ遅くはないと思うんですけど。遅くないですよ。なんかこういろんな人の心理とかを知ってみたいなっていう、うん、ちょっと真面目な話になりますけど、うん、いいですいいですよ、うん、なんでそういうふうに思ったのかな。やっぱ結構そういうのが、うん、気になる。私結構こう疑問が多くて、うんうん、この世界に対して、世界に対して疑問が、あ、そうなんだ、ごめんね、気づかなくて。あ、そうだったんだね、うんうん、はい、すぐ人になんでって聞いちゃうんですよ。いいことじゃない、知的好奇心、うん、そう、なんかまだ自分の中でこう成長できてないところが多いのかなって、知らないことばっかりで。そうだよ、世の中はね、知れば知るほど知らないことが増えていくっていう不思議な世界なんだよね。それが楽しいんですよね。うん、そうだね、うん、楽しいね。うん、うん、だからすごい唐突に思うじゃないですか。あ、なんで、うん、なんか人って死んだらどこ行くのかなとか。どこ行くんだろうね。わからないな、それはおじさんにもわからない。うん、わからないな、はい、うん、思ったところに行くんじゃないかな。うん、そう、調べちゃったりとかして。調べちゃう、どこで、何。あ、スマホで。スマホで調べたり、うん、そうしたら何書いてあるの。いや、それは死んでみないとわからないですよ。だよね。うん、うん、でもまあ、そういうのもあるし、うんうん、なんかこう人のこう、なんだろう、いろんな心理って、うんうん、ちょっ
興味深いな。なるほどね。クラゲになっちゃったらその疑問持たなくなっちゃうんじゃない、感情なくなっちゃうから。もう知的好奇心なんかどうでもいいやってなっちゃうと思う。そう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 、それもあり、うん、あ、そうなんだね、うん、じゃあ人のこの心理っていうのを知りたいんだ。知りたいで、なんかこうね、知りたいんです、うん、今の小林さんはどんな心理だと思う？小林さん多分何も考えてない。クラゲじゃん、クラゲじゃんクラゲじゃんそうなんだね、ラッコになりたいんだってクラゲじゃないから。そうそう、でもクラゲもお似合いだと思います一緒になりますじゃん、はい、ということで本日はワンダーランドからお伝えいたしました。皆さんいかがでしたかね、びっくりすることにこれ本当の現世で行われているトークなんですよ、ということでございましてね、この現世のトークね、楽しかったという方はぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、コメントの3点セット何卒よろしくお願いいたします。あの来年2人にどんな仮装をしてもらいたいか、そんなねリクエストもぜひお寄せいただければと運に思いますのでね、もしかしたらラッコと、クラゲに来年なってるかもしれませんね。こうご期待ということで、またこのプラス3でお会いしましょう、はい、さよなら。トリックはトリトーで、ここからは全国の天気をお伝えします。東京消防庁です。じゃあこれつけて、うん、絶対あなたフランス行くでしょ、ちょっとそれでどう石川そうだね、これ移動中別につける必要ないの。いや、なんか2人がめちゃくちゃ世界観あるから俺も やりたい来年